パンクラス代表として、これから世界で戦っていくので皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。 The King of Pancrase Middleweight Champion Yura Naito。 このファイナル打撃、右右右一発殴っていこうというところ、ね、はい、そしてね狙っていきますがどうだ、入った入ったー、日本、まあ、ただぼーっと2年間過ごしてきたわけではないんで、しっかりとあの世界と戦うっていう風に準備をしてきて、日々練習もしてきましたし、当然その中で2年間あの全く試合が決まってなかったっていうわけでもなかったんで、試合があるっていう想定で練習してたんで、多分2年前の自分よりはあの全然成長している姿が今回の試合では見せれるかなとは思います。レスリングはやっぱり総合格闘技の中でも基礎の練習だと思ってるんで、まあ、あとは自分のバックボーンですし、まあ、初心忘れるべからず的な感じでいつも練習はしてるんですけども、まあ、自分の調子とかだったりとかを整える場所ですね、まあ、技術的なことももちろん、まあ、タックルの入り方の修正とかだったりとか、あとは処理の仕方、まあ、ちょっと MMA とは異なる展開は多いんですけども、体力的にもやっぱりレスリングってものすごくきつい競技なんで、スタミナの面だったりとか主にメインですかね、ここでのやる練習は、はい、格闘家なんでやっぱり戦わなきゃ意味がないんで、一つ試す場としてパンクラスさんが用意してくれた場なので、相手も申し分ないですし、まあ、しっかり勝ちたいとは思ってます。はい、If you're a wrestler, Clarence is in trouble. He's in big trouble. He wobbled him. You don't want that. That's very discouraging. You got a good punch. Another one. He's in trouble. Landed a nice punch. Dillon's looking for the finish. Dropping bombs from up top. That's it. That's it.I feel honored. I feel excited. It is awesome that I'm getting the opportunity to get to go fight in Japan. I've always wanted to fight in Japan. It's been a dream of mine. I know he is a dangerous opponent, and I am ready to meet him in the cage. I am going to finish the fight in the first round by knockout or TKO. To all the fans out there, don't blink. You might miss it.Yonde, Correte, Arigato. ストライカーっていう印象はすごくありますし、足技がすごい多彩だなっていうふうにはあの映像を見て思ったんで、自分の得意な土俵で全力で当たりに行かないと勝てない相手だなっていうふうに思います。フィニッシュ率は高いとしても、やっぱりその中でも穴があるっていうところを見抜いて、自分も5勝勝ってるうちの4回1ラウンドで終わってるんで、面白い試合にはなるかなと思いますね、はい。まあ、今あの日本人でやっぱ重い階級は厳しいって言われてる声を、まあ、どうしても覆したいっていう思いがあるんで、俺がやらなきゃ誰がやるっていう話ですね、はい。まあ、第15代ミドル級キングオブパンクラシストは世界で戦っていけるっていうところを、パンクラスファンの皆さんとか、まあ、自分の周りの方々にしっかりと見せたいと思います。